先生。あ、来てる先生。お家で筋トレ。今見てたのは YouTuber の多分パーソナルトレーナーの人だと思うんだけど、鈴木達也さんって人の筋トレ動画が結構良くて、なんかこう盛り上げてくれる感じ、もう先生がそばにいるような雰囲気になってですね、すごいやりやすいので、最近この人の動画見て家でトレーニングしてます。あー、きつ。あー、腹減った腹減った。よいしょ。今日は在宅ワークです。今映画のレビューを書いてます。とある雑誌の企画でこのお仕事をいただいたんですけど、今日までに提出しないといけないので500文字ぐらいって言われてるんですけど書いてます。本当は昨日やろうと思ったんですけど、昨日映画見て寝てしまいましたので、今日やってます。何の映画にしたかっていうと、ちょっとまだ雑誌が発売されてないからちょっと一応伏せとくんですけど、2016年のアメリカ映画 で僕当時その劇場に見に行ってすごい好きな作品です、それを今レビューというかおすすめ映画としてちょっと書かせてもらってます。また雑誌発売されたらお知らせしますんで、お楽しみに。うまく書けるか分かんないけど、まあ編集の人が上手にいい感じにしてくれるでしょう。終わった。よし。書きました。600ちょい過ぎちゃったよね。500文字って言われてたけど、まあ大丈夫でしょう。ということで、もうお昼も過ぎたのでめっちゃ腹が減ったんだけど、まあ、今日はもう食材が冷蔵庫にほとんどないのでスーパー行きます。今からなんか美味しそうなものがあったらテイクアウトして、ちょっと遅めのランチにしようかなと思います。よいしょ。ああ、腹減ったと。お向かいっていう居酒屋のテイクアウトメニューを買ってきました。ここの居酒屋は数回行ったことあるんですけど、こうテイクアウトメニューは初めて。いろんな具材が入ってて色とりどりで美味しそうです。いただきます。昼間なんだけどね、これビールじゃなくてノンアルコールビール。最近ノンアルコールビールのうまさに気づいた。普通にこの炭酸飲料としてうまいし、ビールの味もするし、めちゃめちゃいい飲み物だよね、よく考えると。うん、まっ。ここのお店はね、安くてうまいんだよね。うん、人気のお店です。最近オンライン英会話を始めて、ここ数日連続で受けてるんですけど、ちょっと昔3、4年前にカナダに留学してて、それ以来やっぱ英語をちゃんと喋る機会っていうのはほとんどないですから、日本に暮らしてるとね。これはちょっと忘れちゃいけないということで、英会話 DMM 英会話ね。あ、これ全然宣伝とかでもなんでもないんだけど、最近やってるんですよ。あと単語の勉強とね、
時間はね今たくさんあるし、語学の勉強はやればやるほどこう身につくということで、やっております。最近オンライン英会話さ結構緊張するんだけど、初めての人と会うことが多いからね。先生は英語の勉強はちょっとずつちょっとずつ数年やってるって感じ。一番初めはそれもオンライン英会話からだったんだけど、救急イングリッシュって言って、それはもうだいぶ前、もう6、7年前かなから始めて、でその後フィリピンに語学留学に3ヶ月だけ行って、その後しばらくしてカナダに行ったんだよね。英語はずっとこう喋りたいなっていうふうに思ってるんだけど、なかなか自分に甘いからこう続けられないという感じになってるんですが、今回は続けます。頑張って。さあ、じゃあ時間になったので、エディさんですね、ケニアのエディさんと25分ぐらいレッスンします。これ使っちゃダメなのかな、どうなんだろう、バレてるやばいのかな、 DM の時に。 Hello Hello、Okay. Have a good day. Bye, Eddie. You too. Bye. はい、ということで、あっという間に25分終了しました。今日のね、Eddie先生はめちゃめちゃ喋る人だったけど、すげえおもろかった。画面のね、こうテレビ電話してるんだけど、画面の半分しか映ってなかったんだよね、なぜか。まあ、こんな感じでこう実際にこう話してみないと、どういう人が出てくるかわかんないから、その面白さもある。こういうオンラインイングリッシュって言うと、大体このフィリピンの人っていうのが多いんだけど、DMM 英会話はいろんな国の人が、ね、いるから、ケニアだったりセルビアだったり、 もちろんフィリピンだったり、そういういろんな国の人たちと話せるっていうのが結構メリット、僕気に入ってるとこです。明日もやろう。コロッケ作ります。できました、コロッケ。人生2度目です。1時間ぐらいかかりましたけど、美味しそうにできたんじゃないかと思います。じゃあいただきます。チーズ入り作ったから、チーズ入りから食ってみるか。お、サクサク。あ、チーズいいじゃん、溶けてる。うん、いやコロッケうまいよな、最高だわ。はい、という感じで5月7日でした。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらコロッケ作ってみてください。こんな感じですよ、日々。作りすぎたな。